カズリベ全国制覇への道。はい、皆さんこんにちは、遊び屋恋のぼりです。今回はね、はい、こちらのパズリベやっていこうかなと思うんですけど、昨日インストールしたんですけどね、今日も一緒に頑張ろうぜ。ちょっとなんか YouTube の方で、ちょっと酷評がまあ言われてたんですが、正直な僕の感想を、お伝えできたらなと思っております。正直はっきり言います、面白いです。普通におもろいです。はい、なんかね、まあ、こういうなんか結構ヤンキーアニメっていうのはなんかバトルが多いのかなっていうか、バトルもので出るのかなと思ったらパズルに出したんですけど、いやそれは間違いなかったんじゃないかなって僕個人的に思ってます。はい、理由としましては、基本的に万人が受け入れられやすい、ゲームになっております。理由としましては、スキルをね、発動するタイミングなどは、例えばつむつむとか棒つむつむとかになりますと、自分でタップしてね、スキルを使ったりとか、結構まあ、キャラクターによってはシビアなタイミングだったりしますが、このね、このリベ、パズリベ、パズリベに関しましては自動で使ってくれます。なのでね、基本的にキャラクターを所持していることによって、自動でね、キャラクターが、その必殺技というかをね、まあ、その使ってくれるというね状態でございます。その、まあ、使用方法につきましては今ちょっと一回プレイしますが、いや全然酷評ではないと思います。僕はこのゲーム楽しいと思います。基本的に今僕緑キャラね、今ここラインナップ6人いるんですけど、緑キャラいないんですけど、このね色がね関係してきます。それで青を狙っていきますね。そしたら青を壊すと青い、青属性のキャラクターのゲージが詰まっていきます。はい、で今こうやってなんかね、シンプルかつ、まあ、一気にこうなって、基本的に5つ並べると、4つだとね、横に1列、縦に1列の、状態で、ブロックを壊せるんですけど、基本的に5つ横に並べる、縦に並べるっていうことをすると、一気にね、同属性のその選んだ自分の、横にある、そのなんていうんですか、このブロックというか、ね、そちらを、全部全消しできるというね、そういうシステムでございます。はい、でもね、今ご覧の通り、まあ、見ていただいている感じだと、とてもやりやすいゲームだなっていう風に感じている方が多いと思います。だからね、僕はここは全然このゲームはどこに期待値を持っていくのかっていうところなんですけど、いや全然このゲームはほんまおもろいです。普通におもろいですね。なので酷評されるほどのものではないんじゃないかなと僕は思います。はい、まあね、本当に課金要素というか課金を、まあ、促してくるところはあるんですけど、それはまあね、仕方ないですよね。ゲーム的に、課金していただけないとサービスが続かないものなので、まあそこは仕方ないと思います。で今ねランク S 取ったんですけど、僕そんなにねキャラクターの育成を行っておりません、基本的にね。でこのゲームはどういうことをやっていくのかというと、基本的にまあキャラクターの、まあ、キャラクター自分が、欲しいキャラを、まあ、リセマラでまず引きます。リセマラはとても簡単で、誰でも分かるようにデータがね、すぐに削除できるようなものになっておりますので、わざわざねゲームをアンインストールする必要がない、仕様になっております。なのでね、すぐにリセマラはできます。はい、なので例えば好きなマイキーとかね、ドラケンとか、まあ、好きなバジとか、誰かの好きなキャラでも何でもいいんですけど、まあ、バジとかよくわからないですけど、僕はバジ派なんですけどね、引いたら、まあその時点でリセマラ終了という感じでね、僕間違えてマイキーですよね。はい、ということでございまして、まあでも後悔はない。普通にリセマラやらなくても十分楽しいゲームです。まだまだだ、任せろ。やった方がステージのクリアとかの効率がはかどるんですけど、俺らの勝ちだ。まあこんな感じでね、例えば左上のムーブズっていうのがあるんですけど、これは早く、まあ敵を倒せれば、画面上の上のところにいる敵を倒せれば、その分ねこうやってボーナスタイムというかね、ヒーローありまして、その早かった分だけ、まあ、ボーナスのこのね、ドロップが出て、それで一気に壊して一気に S ランクを埋めてくれるという感じでございます。なので爽快感はとても強いんじゃないかなというふうに僕は思います。
はい、でキャラクターの育成に関しまして、お伝えしますと、基本的には、キャラクターの育成、まあ、これで、まあ、見てもらってすぐ分かるんですけど、これはね、全然もう簡単です。すごくシンプルで誰でもやりやすいです。基本的に強化するための素材は限定ステージだったり通常ステージを、回すことによって基本的には、素材が手に入ります。であとはこの育成ステージっていうのがね、限定ステージのところにちょうどあるんですけど、自分のその推奨戦力が超えていれば、そのまあ超えていればその高い方に初級中級とクリアしていって、高いものほどまあ素材を多くドロップしてくれるということでレベルが上がりやすくなるという単純なその感じですね。はい、なのでね、全然ね、難しくないです。はい、で、まあ、後半の方に上がっていったりとか、まあ、そのイベントステージとかになってくると、まあ、戦力が、まあ、ちょっと足りなくなってくるので必然的に強化しなくてはいけないっていうことになるんですが、まあ、それはね、ぼちぼちパズルゲームですので楽しんでいってたら勝手に強くなりますので、そこをご安心いただけたらと思います。誰でも始められます。例えばカップルでもいいし、近くの友達でも、普通にね友達でもいいし、職場の人でもいいし、まあ気軽に、一緒にね始めて、まあこんなに楽しいねっていうような、まあそんな感じでやってく、エンジョイでいいんじゃないですかね。うん、なので全然僕は、このゲームは、これはこれでとてもありだと思います。はい、でまあキャラクターを揃えれば、最高レアのキャラクターを揃えれば揃えるほど、あとはね属性を、まあいろんな属性持てたらいいと思うんですけど、とりあえず今はねクリスマスイベントが開催してまして、まあマイキーと、ドラケンですかね、そちらのどちらか、まあ、引いたらまあ御の字じゃないですかね。うん、あとは別にその普通にクリアしてって石貯めていって、ぼちぼち強くやって強くにしていけば、まあ、これだけのこの回転率というかサクサク進みますんで、ダラダラってやるゲームではないのでね、とてもいいと思います。潔くてね。はい、なので、まあ、とにかく、敵を、まあ、とにかく倒していく、こんな感じでね。で戦力はまあ今現在、まあ、いいキャラ効いてますんで、強いからね、すぐ倒せちゃいます。朝飯前だ。後々もっとね歯応えが出てくるっていう感じですね。はい、まあね、自分の推しをとにかく最初に引いたらいいと思います。はい、まあ、そんな感じでございまして、僕はねこのゲームはありじゃないかなと思います。はい、まあ、個人のね感想なので、まあ、他のね結構酷評される方もいらっしゃいますが、僕はねこれは良ゲーだと思います。はい、とてもみんなに万人に受けやすいんじゃないかなって思いますけどね。まあちょっと気になったんで、レビューさせていただきました。はい、ということでございまして、他のゲームね、ラグナドールとか、あとは忍者マストダイとか、いろいろなゲームね、僕動画アップしてますんで、ぜひぜひそちらの方もね動画の方見ていただき、高評価シェアしていただけると、動画のモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんにとって、今日が昨日が明日が、良い一日に包まれますようにということでね、今回は終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。失礼いたします。またね。